インランドを開催いたします。本日司会を務めます、私南砺市農政課の堀川です。よろしくお願いいたします。はじめに主催者を代表しまして、南砺市長田中幹雄がご挨拶申し上げます。開催されますこと本当に嬉しく思っています。今日暑い、そして日曜日、休みの日のですね、この時間帯にですね、たくさんの方に来ていただきました。私たちはこのエコビレッジという構想を今後、南砺市でどのように進めていこうかということで、昨年からいろいろとお話をしてきたわけでございます。今日は、環境省の方からですね、中井課長さん、そして古来室長さんが来ていただいて、グリーンニューディール事業はこういうものだと、もしくはコビレッジというのは今こういうふうに考えていったらいいんじゃないか、いろんな、提言提案が、あるというふうに思っています。で、このエネルギーというのは自然エネルギー、もしくはそのエネルギーをどこからどういうふうに使っていくかということも含めてなんですけれども、これ私たちの大切な財産だと思っておりまして、そういう財産がたくさんある地域こそが今後このことをしっかりと理解をした上でまちづくりにつなげていこうということだと思っています。で、今日いろんなお話が、あると思いますけれども、それはまさに、南砺市としては総合的なまちづくりなんだと、こういう考え方で進めていきたいと思っておりますので、後ほど事例だとか、私たちの考え、そしてまた国の方の、お考えをいろいろと、お聞きをいただきまして、皆さんで、今後の地域の可能性についても考えていただきたい、このように思います。今日は最後まで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではフォーラムを始めます。本日ご登壇いただきます講師の方々をご紹介すべきところではありますが、時間の都合もありますので、配布いたしましたパンフレットでご確認をお願いいたしたいと存じます。それでは最初にエコビレッジ構想に至る経緯と目指すものと題しまして、エコビレッジフォーラムの吉澤康之様よりお話をいただきます。それでは吉澤様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日本当にお忙しいところありがとうございます。この場所に立ちますのが去年の9月25日以来というで、ちょうど1年弱でございますけれども、このようなエコビレッジフォーラムインナントをですね、開催させていただきました。私自身は地域づくりのいろいろ関わりながら、この1月に、ね、エコビレッジフォーラムというものを立ち上げた、その主催者ということで、なんとエコビレッジ構想にどういう形で至ったのか、その背景をですね、皆さんにご説明して、これからの南砺の共同のまちづくりのですね、今日はキックオフになると思いますので、ぜひその背景をちょっとご説明申し上げたいというように思いまして、資料を作ってまいりました。お手元の資料とそれから画面等をご覧いただきながら持っております。で、我々約10年間ぐらいこの地域づくりをやっておりますけれども、大きく言うと2つ、1つは場を作るということで、これまでの戦後のですね、高度成長の中での都会と地方の関係をもう一回ですね、見直すタイミングになってきているだろう。そういう意味で、地域に埋もれている価値をですね、もう一度見直しながら、そして、都会と地域の関係性をもう一回、再構築する、そんなようなことをですね、行って地域を元気にしていく、そして地域を元気にすることによって日本を再生していくんだと、そんな思いで、実は約10年ぐらい前に場所文化フォーラムというですね、我々、30、40、50ぐらいのですね、歳ぐらいのメンバーが任意で集まりまして、東京で、そんな集まりを作りました。
まあ、大体7、80人いると思いますけれども、そんな集まりの中でいろんな活動を始めました。で、我々が一番考えたのは地域に埋もれている価値。実は地域はですね、何もないというふうにおっしゃいますけれども、ないものは何かというと、東京にあるものはない。でも実は本当に地域にしかないものはこの地域にしかない。そういったもう一度地域に埋もれている価値をですね、蘇らせながら、その価値というものを我々場所文化というふうに呼んでますけれども、それをもう一度再構築しながらですね、都会と地域、今本当に東京にいるとですね、息苦しい世界です。そして田舎に行くとですね、本当にほっとします。そして都会は実は地域によって支えられているという認識がですね、非常に浸透してまいりました。したがって U ターン、I ターンも少しずつ増えてきているのはそういう流れです。そんな流れの中で、今こそ地域にあるものをですね、もう一度蘇らせようと、そういうないのではなくて地域に埋もれている価値をあるというふうに認識したときに、どういう関係性を見直せるかということで、いろいろ全国を回りながら地域の活性化を議論しながら、そして、2007年の6月にですね、東京のど真ん中、丸の内の中でこんな場所を作りました。食を通じて、都会と地域の関係性を見直そう。都会の食自身は地域の食によって支えられている、地域の皆様方の自然との営みによって支えられているというのをもう一度再構築しよう、再確認しよう。そしてそれによって地域の人たちがさまざまな格好で交流をする場所を作ろうということで、こういう場所文化レストラン、トカチノというものを作りました。まあ、今やこれがですね、一つの地域活性化のモデルになって、いろんな格好で広がりつつあるところでございます。そして、それを踏まえて、2010年の5月、ちょうど2年前ですけれども、日本のということで、今度は全国のですね、約10カ所の地域の人たちの、自然の営み、食の営みをですね、東京のど真ん中で同じ場所のフロアですけれども、少し大きな形で、日本のというところを作りまして、この4年間私も南都に通いながら、南都の方々と付き合いする中で、南都の食材、岡山の食材をですね、東京のど真ん中で提供することができて、より南都との関係をですね、強固にする場所ができました。まあ、こんなさまざまな丸々ないとというような形でですね、地域の人たちが自分たちの居場所として東京のど真ん中を使い倒す、そんなような交流をですね、始めているところでございます。で、我々がこういった実践の中で考えた地域活性化の構造は何か、ちょっとこの図をですね、ご説明申し上げますと、左側がこのいわば第二次大戦以降のこの高度成長、成長の中でですね、どん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 都会にですね、価値創造、まあ、産業の高度化等々とですね、価値創造のプロセスが、川上から川下に、移転してました。そして、都会の消費者の人たちは実際物を作っている地方の生産者との関係性が全く希薄になり、物が見えない中で単にお金、値段というものだけでですね、よし悪しを判断するような状況になりました。そして都会に全ての価値創造が行く中で、お金というものもですね、実は地方にあるお金が全て都会に流れていく、今金融機関の預貸率は地方で行くと3割とか2割、そんな状況になっています。要するに100ある地方に生まれたお金が地域の中に還流しないような場所が生まれ、そしてそれが財政というところで一旦吸い上げられて、そしてまた地方に還流する、まあ、そんな仕組みになっているわけですけれども、まあ、その歪みが今非常に見えてきて、もう一度ですね、川上に寄った形で川上の自然との営みの原点の中で新しいコミュニティビジネスを作りながら、地域にもう一度雇用と、産業の復興をですね、持ち直していく。そして都会は実は地域によって支えられているんだということを再確認するような関係性を結び、そしてそれを支えるような温かいお金をですね、そこに作っていこうよと、こういった大きな構図をですね、これから作っていかないと日本の今後の豊かさをですね、実現できないんではないかということを、場所を作りながら、そして地方の方々と交流しながら実感をしているところでございます。そういう中でもう一つ我々が
活動として行いましたのが、新しいそういった地域を活性化する、あるいは新しい有機農業をやってみるとかですね、地域をもう一回元気にしようという方々とのですね、交流の場を作ろうということで、そこで新しい、価値観の転換をですね、市民ベース、まあ、我々志の民と書いてありますけど、そういったベースで全国に広げていこうというものを、活動を始めました。先ほどの十勝論というものが2007年6月に作った後、2008年の7月洞爺湖サミットで、が行われた直後にですね、第1回のローカルサミットというものを市民ベースで行いました。そこで確認いたしましたのは、どうもやっぱりグローバルな資本主義はですね、さまざまな問題を起こしてしまっている。そしてそれは国に頼ってですね、それを解決するとなかなか難しい。もう一回我々市民が集まって、それを手を携えて解決していこうよということを確認しました。そして、その直後にリーマンショックが起きました。それを受けまして、我々は2回、3回、4回とローカルサミットを重ねてまいりました。そして2011年、昨年の9月はこの富山、なんと戸賀とこの城原でですね、第4回のローカルサミットを開くということになりました。でこの間起きたことは何かというと、2つのですね、第3次でございました。一つは100年に一度の金融危機ということ、そして昨年は1000年に一度と言われている東日本大震災が起きました。これはもうある意味では我々日本がですね、戦後の復興で世界の最先端を走り続けてきたモデル、経済成長のモデルをですね、もう一回見直せという神の啓示のように私どもは思っています。グローバル資本主義が行き詰まった、それではもう一度ローカルから新しいお金の流れを作っていくべきではないか、物質エネルギー文明がですね、なかなかこれ以上地球資源の制約の中では、右肩上がりのこれまでの延長線上にどうも未来はないねと、もう一度我々が埋もれている懐かしい過去をですね、紐解きながら確かな未来を作っていく必要があるんじゃないか、さらにお金と成長にとどうも幸福度というものはですね、もう一致しないねと、いわゆる幸福のパラドックスという言葉でよく言われておりますけれども、そういう中でお金に代わるもう一つの物差しを持とうよといったようなことをですね、この1回目、2回目、3回目のですね、ローカルサミットでみんなで確認いたしました。そして昨年東日本大震災をですね、経た上でこの戸賀城原で繰り広げられました第4回のローカルサミットのキーワードは、命の紡ぎ直し、人と自然、人と人、生と死、その関係性をもう一度見直そう、そういうようなことで皆が集まりました。あの戸賀で、含めて300人ぐらいの方々集まり、最終日ここで200名強の方がですね、こうやって議論をいたしました。土徳の里からの命の紡ぎ直しというキーワードの中でですね、開催をいたしました。まあ、このパンフレットは、入り口にもまだございますのでご覧いただければと思いますけれども、東日本の復興を通じてですね、ローカルからの新しい暮らし方を作っていかないと日本の再生はないよということをみんなで確認した上で、じゃあその新しい暮らし方の原点は何なんだろうかと、やはり地域がそれぞれの地域資源を生かして、もう一度地域がしっかりと自分たちの暮らし方を自立できるような、そういった命が巡り合う循環を作っていくことではないのかということをみんなで確認をしたところでございます。その結果として昨年の9月の25日最終日、ここでローカルサミット宣言をやり、なんとの田中市長がですね、小さな循環で続く可能な街づくりをしますということ、それをなんとのエコビレッジ構想としてですね、打ち上げていただいたのが、文字通り今回のこのフォーラムに至る出発点でございました。なんとエコビレッジ構想をじゃあどうやって具体化していくかということで、市民、それから地元の企業、市業と書いてありますけれども、行政、さらにはそこに巡るお金をですね、連携を取っていこうと、まあ、そんなようなことをみんなで議論を、ローカルサミット以降、深めていきました。
その一つの、まあ、概念図がこちらでございます。小さな循環による地域デザインと書いてございますけれども、要するに地域のグローバルなマネーに翻弄されてはいけない命をですね、巡らせるための4つの分野、これを環境の保全、それからエネルギーの分野、それから命を育む農林水産業の部分、そして命をつないでいく健康医療介護、さらにその命を世代にわたってですね、平等に伝えていくための教育と、この4つの分野は絶対にある意味ではグローバルなお金のロジックだけでですね、測ってはいけないよと、ここをどうやって巡らせていこうか、これを作っていく一つの形としてエコビレッジというものを作り上げようよと、そしてそこに市民が参加し、そして地元の企業が参加し、それを支える、お金、資金がそこに関わっていく、その時に公的なお金も関わっていこうよと、そんな流れで、みんなで、エコビレッジ構想をですね、具体化していこうと、そういう流れを我々が作らせていただきました。そしてこの1月にですね、エコビレッジフォーラムというものをですね、東京で立ち上げまして、全国のそういった思いのある市町村の方々、それから市民の方々と集まり始めました。我々場所文化機構等が運営をしながら NPO とも関わり、そして今日集まっていただきました環境省の方々にも関わっていただくような形でですね、それを作り始めました。エコビレッジの実現、それから連携に向けての情報交換をいろいろしていこうよと、それから具体的に進めていく中で、公的なお金として後ほど申し上げますグリーンニューディル基金等々の公的なお金との関わりの中で、新しい行政と市民の連携、公共をですね、具体化していこうと、そしてこういったモデルをですね、日本が作り上げて、さらにそれをいろんな意味でアジアに向けて発信していこう、まあ、そんなようなことをですね、みんなで意識合わせをして活動を始めたところでございます。で、同時にですね、我々の仲間たちと一緒にですね、この中で地元で暮らしている中小企業の集まり、仲間たちがどうも財界という言葉一括りで言うと、どうも大企業のメンバーの方がおっしゃる世界と、我々地域の中で暮らして、そして地域の中で家業をですね、100年200年つないでいくことを考えていく世界ではどうも違うなと、原発という問題を一つ取り上げてもですね、原発を反対するんではなくて、原発がない方が命をつないでいく暮らし方としては正しいんではないか、そんな実践をしていこうよということで、この3月にですね、我々エコビレッジフォーラムの一つの経営として、エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議というものをですね、立ち上げました。今会員が450名ぐらいを超えておりますけれども、全国の中小企業の人たちが集まりながらですね、新しい実践の場を作り始めました。いわゆる財界という言葉ではなくて、地域に暮らしながら地域に貢献をしていく中小企業として、どうやって地域を元気にし、次の世代、次の次の世代にですね、家業をつないでいけるんだろう、そんなような思いで集まっているところでございます。こういった市民と事業の関わりを、また一方で国の施策自身もですね、どんどん後押しをしてくれている状況でございます。これは環境省のですね、第4次環境基本計画、後ほど中井課長、古来室長からいろんなお話があると思いますけれども、低炭素循環型の地域をですね、どう作っていくかということをですね、国の施策としてもそれを強力に進めていこうということで、この24年度からですね、グリーンニューディール基金というものをですね、立ち上げました。これは、地球温暖化対策税という税金をですね、いわば目的税として、新しく導入し、それを一つの地域の新しい再生可能エネルギー等をですね、構築し、それを起点にした地域づくりを進めていくためのですね、インセンティブにしていくと、そういうことを、今後5年にわたってですね、進めていこうという新しい営みで、施策でございます。我々としてはこういった新しいお金をですね、有効に使いながら地域づくりに貢献していきたいし、地域づくりを実現していきたいし、
エコビレッジ構想を具体化していこうと、そんな話をさせていただいて、行政との環境省との共同のシンポジウムを開いたり、そんな活動を今進めております。一方で環境省の他にも、例えば総務省もですね、3年前に緑の文献改革推進という活動を始めていただいております。これは何かというと、文字通り先ほど申し上げた全く同じですけれども、これまでとの地域資源をもう一度再構築しながらですね、地域から都会に流出している資源をもう一度地域の中で循環させながら、地域の中に新しい雇用と、それから新しい命をですね巡らせていこうということ、そのために総務省としてさまざまな財源的な部分も含めてですねバックアップしていこうというようなことでございます。総務省もこの再生可能エネルギーについては大変力を入れて、ついこの間6月6日東京のイーノホールがですね満席になって、人があふれる千数百人が集まってですね、自然エネルギーは地域のものというシンポジウムを開きました。田中市長にもご登壇いただいた経緯がございますけれども、その中で各省庁がですねこの地域の再生可能エネルギーを軸にした地域づくりをですね後押ししようということを言いました。さらに私もいろんなシンポジウム出ておりますけど、初めてだと思いますけれども、再生可能エネルギーは地域のお金を活用すれば十分できるよということをですね公の場で産学官の方々がおっしゃったシンポジウムでございました。まあ、これは農林水産省の資料から抜粋したものでございますし、これは国土交通省が低炭素化に向けてのですねシティ構想をどう作っていくか、そんなような時に自分たちとしてもそれに注力していくよというようなことをですねおっしゃっていただきました。まあ、そういった中で、なんともですね桜ヶ池のエコビレッジ構想というものをですね他の市町村も含めて先駆けるような形で、さまざまな形でお話を始めていただいているところでございます。そして、まあ、今日はこれは後ほどまた田中市長が詳しくお話しされると思いますけれども、その具体化に向けてですね市民の方々が入っていただく桜ヶ池エコビレッジ市民会というものがこれから公募され9月から動き出すというお話をいただきました。これは文字通り南砺でのですね市民と行政の共同のまちづくり、地域の自立循環から新しい暮らし方を作っていくということの大きな枠組みであり、大きなアクションだと思っておりますし、他の地方都市地域でもですねこの一つのプロセスを真似ながら、これからいろんな意味でエコビレッジ構想が具体化していくものとかように思っております。もう今後のエコビレッジ市民会議への期待と込めてですね若干だけ申し上げますと、何よりも市民のライフスタイルを変えていくということですけれども、まずは埋もれている地域資源を最大限に活用するということが一つですし、もう一つはその中には先人の知恵、さまざまな、おじいちゃんおばあちゃんたちの知恵をですねもう一回そう汲み取っていくということが必要ですし、全ての命の循環と持続をですね新しい物差しにしていこうよと、なんとでは3代にわたって家を作るという言葉があるそうですけれども、そういった世代をですね3代以上100年のですね町づくりというその時間軸に変えていくと、そして地域内での温かなお金の循環をですね作っていくということが必要なんではないかなと。で、地域のでのエネルギーの自立というのは何よりも他の地域あるいは都市等に依存する地域の体質を変えていくことになります。で、地域には実はエネルギーは十分埋もれております。これ例えば中小水力の発電のポテンシャル、これ環境省が作っておりますけれども、それとその県のですね総電力の需要を見ると、富山県のみがその十分な中小水力の発電ポテンシャルでその需要を賄っています。こういったその小水力を中心とした再生可能エネルギーのポテンシャルがこの南砺には漏れているわけでございます。で、そういった南砺で漏れているような地域資源をですね最大限活用していくときの基本はですね、まずはそういった事業をしていく上でも基本は地域なんだと。スモールイズビューティフル、ローカルイズビューティフル、ローカルがそういった形の地域資源を最大限に活用してですね
まずは自立をし、そしてそれを本堂と会との関係の中で、お互いのですね、相互依存を明確な形でしていくと、そういうことかなと思います。これはコミュニティパワーの三原則というのは、全世界のですね、風力エネルギー協会が打ち出しているところでございますけれども、これはある意味では地域でそういった資源を最大限活用していくときの基本になるんではないかなと、そんなことと思いまして、引用させていただきました。それともう一つはやはり、そういった事業、再生可能エネルギーを含めたエコビレッジを進めていく上では、地域のお金が一番必要になります。もう一度地域における金融機関のですね、役割、これをですね、見直すタイミングかなと。グローバルで言えば21世紀金融行動原則というものを、昨年環境省と中心にですね、作り上げ、今200校ぐらいのですね、金融機関がそれに参画をしております。一方で、金融審議会の方でもですね、地域の金融の在り方等について明示的にですね、地域の活性化に向けて地域金融機関が果たす意義をですね、ようやくそれを明示するようになっております。そういった意味で地域に埋もれている資源は、そういった自然エネルギーだけではなくてお金というものも十分あると、それを認識した上で新しい地域づくりをですね、ぜひみんなで考えていただければなというふうに思います。このナントのモデルがですね、土徳の里からの日本の再生のモデルであって、懐かしい原風景、桜ヶ池周辺の原風景がですね、命が巡る確かな未来のですね、扉を開けてくれるものというふうに考えております。3世代後の、未来の命のためにですね、我々が今どういう未来構想を描くのか、この市民会議の中でですね、それが具体化していくことを記念しております。私が申し上げたかったのは、この間の経緯とこれに期待するというところでございますけれども、実はこの9月に、なんとね、ローカルサミットを受けまして、今度は鹿児島阿久根というところでローカルサミットが開かれます。この、なんとでの議論、なんとでの展開がですね、また次のローカルサミットのバトンタッチになり、それがまた全国アジアにですね、向けて発信できるものと確信をしております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご質問ご意見は最後に一括してお受けすることとしますので、よろしくお願いいたします。次に、小さな循環の事例紹介ということで、エコビレッジフォーラムの美濃淵清様よりお話をいただきます。それでは美濃淵様、よろしくお願いいたします。私は南砺市に住んでおりまして、百姓をやっています。ちょっとエコビレッジというより似合わんような仕事をやってますが、少しこれから地域資源と小さな循環というようなところが、エコブレッジというものをもう少し説明を加えていきたいと思っています。まず地域資源と小さな循環という概念的な話ですが、地域資源というものは人を中心にしまして、金とか物とか歴史、それから生物とか自然、こういうのは総合的に生まれてまして、これらを、地域資源を活用して、この地域 この循環というデザインをする。で、そういうデザインをして、ちっちゃな循環をいっぱい回して、その集まった集合体というものを、どうもエコビレッジではないか。これ、いろんな解釈の仕方がございますけれども、今日はそういうことで説明させていただきたいと思います。まず利用できる自然再生エネルギーってどんなものがあるんだろう。ちょっとみんな当たり前のことかもしれませんが、おさらいをしてみたいと思います。バイオマスとか太陽光、それから小水力、地下熱、地熱、風力、雪とか雨水、こんなものが活用できるのではないかということで、
特に今日はですね、バイオマスと太陽光、それから小水力の事例を、説明したいと思います。バイオマスというのは、木質系、材木系のもの、それから糞尿、稲わら、麦がら、さらに食品の残渣とか、穀物、それから廃油とか建設廃材など、こんなものをですね、いろいろ燃焼させたり化学的に分解させたり、いろんな使い方があるんですが、こういう事例を後でご説明します。それから太陽光、特に最近はですね、太陽光発電も盛んになってきてますが、どうもその太陽熱というものが非常に効率よく熱を取り出せるではないかと、こういう観点からも、考えていかないといけないエネルギーだと思っています。で、小水力は先ほど吉澤さんがおっしゃってましたが、なんとは多分日本一にそのちっちゃな水力を作れる潜在的なところが能力もあると思います。バイオマス資源を活用した事例4つほど今日用意してますが、その中の岩手県の奥州市、それから山形県の馬見町というのを2つ少し紹介したいと思います。まず岩手県の奥州市なんですが、人口は12万人ぐらい、合併で、5つの町と、村がですね、ちょうど南都市のようなところで、ここが行政が中心になって木質系のバイオマスガス化発電とか、米のエタノール、こんなことをおやりになっているようです。からもう一つの事例として、これは最上町、人口1万人で 84% が森林である、ちょっと南都市に似てるようです。で、ここはですね、木材をですね、熱的な、熱源として活用する、最近はチップとかそういうのがよく紹介されてますが、これをいち早く取り入れた、そういう事例でございます。まずその奥州市なんですが、もともとバイオマスのガス化発電というのは早い段階から取り組みになっていたようです。で、これは木材をですね、炭化させて、燃やす一歩手前で炭化させてガスを出す。で、そのガスを使って、ジゼル発電機を持つ。で、そこで起きた電気とジゼル発電機から発生する熱源をうまく活用しよう、そういう取り組みです。で、さらに米のバイオエタノール化、こういうこともやりになってたようにして、そして廃油をですね、 BDF というような形で再利用しようと。で、そういうことを、昭和61年ぐらい、20年ほど前からもうすでに取り組みされてて、合併と同時にですね、いろんなその要素が集まって、じゃあもっとやろうやないかと、ちょうど先ほどお話しあったように南都市の取り組みみたいなことをすでにおやりになっている。で、森林のその材木をですね、どういうふうにしてこう運び出すんだ、山で切り捨てられている伐採木をですね、森林のボランティアがこう軽音みんな出し合って集めてくる。で、それをですね、廃校を利用して、学校に集積する、こんな仕組みが出来上がっているようです。で、さらに、これをですね、展開して、ドブロクとか水車小屋を作ったり、ちっちゃな循環をどん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 たくさん集めて、地域を、活性化させよう。特にここはですね、平泉の歴史的な、資産が多いところですね。それを組み合わせて地域再生を進めよう、今そういう取り組みが始まっているようです。で、もう一つの事例、最上町なんですが、これは単純にですね、公共施設の温泉とかそういう熱源に、バイオマスの木材のチップをですね、燃料にしている、そういう取り組みです。次にですね、ちょっと変わった事例なんですが、長野県の飯田市というところにありまして、ここに、
南信州お日様発電所というのが出来上がっています。でこれ市民共同型の太陽光発電所をたくさん作ってですね、その余りで運営していく、そういう取り組みのようです。でまずその有限会社のですね資金を集めて、皆さんから2億円を集めて、でその資金を利用してですね有限会社を立ち上げ、で小学校とか公共施設、さらに工場なんかの屋根とかを借りて、そこに太陽光発電を行う。でその電気は基本的には設置箇所のところに供給するけども、余ったものは中部電力さんに売るんだと、そういう仕組みでお金を回す。さらにその中部電力管内 の、 その出資者もらえるようにして、グリーン証書というんですかね、そういうあの単位のものを出資者にお返しして、それで電気を管内の電力会社から買っていく、そういう循環の仕組みを作ったようです。で出資者は全国から集めまして、約2億円を集めたんですね。でこれはあの飯田市だけではなくて全国からも集めています。富山県の方も出しているようですが、ちょっと少なめです。で先ほど申しました、そのどういうふうにして経済的に回すんだというこの仕組みはこの図でございまして、グリーン電力認証機構でございまして、ここに100キロワット相当のですね、エネルギーの電力の証書を出資者にお渡しして、例えば東京の方は東京電力からそのグリーン証書を使って電気を買える、そういう仕組みになっています。でもうすでにここの施設は1000キロワットを超えているようにして、相当大きなあの、流れになっています。で10年で、その借りたお金を返して配当をすると、そういうなんか目標で動いています。でもう少し簡単な事例なんですが、これはバイオマスガスプラントでエネルギー自給の暮らし、埼玉県の小川町というところ、ここでですね、市民がですね、まあ、有機農業をなさっている方たちのグループが、建設費800万円を、みんなで出資しまして、半分は借りたんですけども、これでこの 学校の跡地みたいな作業場をですね、ここにあのガスプラントを作った。でこれはその装置なんですが、学校給食の残差とか一般の市民の協力者の家庭用残差をこのバイオガスプラントに集めて、ガスを発生させる。でこのプラントではですね、その燃料用のガスとさらに液肥といって、その肥料が、液状の肥料が出るんです。でそれで熱とその液肥を農業に利用する。でその仕組み、循環という仕組みはですね、このような絵になってまして、中心になるエネルギー用のフードというところ、ここがバイオガスプラントを持ってまして、ここに、発生したその、液肥とガスをですね、有機農家に供給して、有機農家からそのお金をいただく、さらに産業協力をいただく、から周りの協力していただける住民からは生ごみを提供していただく、でその代わりに地域通貨としてお返しをする。でその地域通貨を使って年2回農産物を有機農家から協力住民にお返しする、こういう流れになっています。で小川町としてはですね、あのその地域通貨のいろんな費用が原資が必要ですので、それを提供する、
さらに、その施設をですね、委託していただく費用もです。本来なら、大きなその生ごみを処理する費用がですね、減るわけですから、それに相当する部分をこの、NPO のフードに提供する。こういう仕組みになっています。これも一つの循環の仕組みになっているわけです。で、じゃあ、南砺市の場合、何かいい事例がないかということで、最近ですが、この城花地区で小水力と太陽光を組み合わせたハイブリッド発電というのが実験を開始しています。でこの絵でご覧いただきたいんですが、この屋根の下にあるのが農業用水を利用した小水力発電、300ワットの研究用設備です。農業用水を少しこうバイパスして水を引き入れて、また農業用水もです。そんなシステムです。で上に太陽光パネルをつけています。でこれは水車の回ってる写真なんですが、この水車はですね、ここのオーナーの方が手作りで溶接で作った水車です。まあ、水車の種類っていうのはこれ上から水かけてますので、上掛け型開放水車というんだそうです。でさらにですね、この実験室を作りまして、この発電機の特性を今研究しているわけです。で農業用水の場合は非常に水の変動が激しいんです。で田んぼに水を当てたりしますと、農業用水の水が瞬間的に少なくなったり、夜になると多くなったり、いろいろ変動します。で農業用水を利用した小水力発電というのは、この水量変化に応じていかに効率よく発電を行うかというのが非常に大きなテーマです、課題です。でこの研究はそこをポイントとしてまして、それに一番最適な発電システムを研究するというのがテーマになっているようです。で最後に里山の小さな循環というタイトルを作りましたが、戸賀の百姓塾から生まれた都市との循環、3年前に戸賀の中西さんという方が百姓塾を立ち上げられたわけです。でそこに都会から若い女性たちが田植えにこう来るようになって、これはもう3年続いているわけです。でこういうふうにしながら田植えをですね、都会と地元の人が一緒になってこう、30あるちっちゃな田んぼをですね、無農薬で、取り組み始めたわけです。ここではですね、この紫色いこういうちょっと変わった稲、これ古代米の緑米というんですが、これとコシヒカリ、それから酒米という新しい品種、この3つの品種に挑戦されて、特にこの新しい酒米として有望な新品種をどぶろくで挑戦できないかということで、今年、先月その酒造免許を取得された中西さんがですね、どぶろくを販売しようということで立ち上げられたわけです。で名前はマモタリン、マモが足りないという意味ではないようですが、本当はですね、なんかおじいちゃんの、ひいおじいちゃんですか、おじいちゃんの代の時に非常に酒豪の方だったようで、いつもお酒が足りない足りないということで、足りんさという屋号がついてたようで、そのお孫さんだから孫足りんという、そういう会社も、でそれをですね、うまくネーミングに使って、これからその酒をですね、いろいろ地域活性にどう使おうか、そんな取り組みが今始まろうとしています。この写真の中、今写っているのは中西さんで、自宅にその温度管理のついた醸造設備をお作りになったわけです。ちょっといろいろ慌てて喋ってしまったんですが、地域活性とか小さな循環とかいろんな言葉が今日出てますけれども、
最後はやっぱり人ではない、人の循環というのがこのエコブリッジのキーワードになる。いろんな技術とか水力の話、太陽光の話、いろんなテクノ、技術系の話がたくさんありますけども、でもそれはやっぱり地元の皆さん方の知恵を集めて、その知恵をどう循環させか、それが、このなんとのエコベリッジ構想の、キーワードになるんじゃないかと思っています。私の話はこれで終わりにしますが、ちょっとうまく説明できなかったんです。で、私は百姓ばっかりやってますので、こういうとこ実は初めて、ちょっと聞き苦しいとこあったかもしれませんが、ありがとうございました。ありがとうございました。次にグリーンニューディール基金についてと題しまして、環境省総合環境政策局環境計画課低炭素地域づくり事業推進室長の古来高尾様よりお話をいただきます。それでは古来様、よろしくお願いいたします。どうも、環境省で、こういった地域づくりを担当しております古来と申します。富山県には2年ぶりでですね、寄せていただきまして、なんとは初めてでございます。市長とは、何回か東京でお会いさせていただいたことがございますが、非常に、こういった地域づくりに熱心な市長ということで、感銘を受けているところでございます。私、大阪出身でして、日本一暑いと言われる、夏が暑いという大阪なんですけども、今日はちょっと期待して富山に来たんですけども、やっぱり暑いですね。前回来た時は、冬でして、本当に雪の中をですね、歩いた覚えがございます。それで、今日は私の方はグリーンニューディール基金、再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金、これグリーンニューディール基金って呼んでるんですけども、どこを見てもこれグリーンニューディール基金って出てこないわけですけども、まあニックネームみたいなもんだというふうに、お考えいただいたら結構かと思います。それでグリーンニューディール基金、いわゆる低炭素な地域を作るということでですね、環境省では低炭素な地域づくりに向けてですね、いろんな施策をやってるわけですけども、低炭素っていうのは、簡単に言えば、CO2 二酸化炭素をできるだけですね、出さない地域づくりをやっていくと、それは当然環境省という役所の役割ですので、そういうことをやってるわけですけども、その前に少し地域づくりということに関してですね、少し考えを、述べさせていただきたいと思います。で、地域づくりって言いますと、こういった低炭素な地域づくりっていうのは環境省の一つの政策ですけども、当然、例えば少子高齢に向けたですね、地域づくりとか安全な地域づくりとか、あるいは雇用創出をするための地域づくりとか、あるいは去年の3月11日以降はですね、災害に強い地域づくりとか、地域づくりでもいろんな、要するに形容詞が前につく、結局地域づくりっていうのは、の切り口っていうのは一つだけじゃなくって、全ての面を合わせてですね、地域づくりというのがやはりあると。低炭素だけやればいいわけではないと。で、ただ、環境省としては低炭素という部分で、進めてるわけですけども、そういう意味から言うとですね、やはりその地域づくりっていうのは、いろんなやはりテーマをですね、やはり、含んだやはり取り組みであるというのが言えると思います。で、もう一つは、地域づくりって、地域ってどういうところを言うんだと、例えばその一つの本当に集落なのか、自治会なのか、市町村なのか、県なのかと、広く言えば国もどうなんだと、地域づくりってのはいろんなやっぱり単位があると。で、何も要するに市の境界線道路一本でですね、地域づくりの考え方がピタッと変わるわけじゃなくって、場合によれば隣のですね、地域と連携すると、そこでやっぱり相乗効果が生まれるとかですね、いろんな、やはり考え方があると。で、結局地域づくりっていうのは何ですかと聞かれた時に、こうすればいいんだとか、これが答えだよという、そういったベストアンサーっていうのはないと。結局その地域づくり
何をすればいいのか、どういうものがすればいいのかっていう答えは地域ごとにですね、やはり答えがあると。でそれは誰が出すのかというと、環境省が出すのでなくって、そこに住まれている地域の方々、市長さんであり町長さんを中心としたですね、地域の方々、あるいは地域でですね、事業をしている企業の方々、そういった人たちがみんな集まってですね、総力戦でやる、総力戦でやはり、進めていく、ここでしかやはり答えが出てこない。反面もう一つの課題としては、地域でどんな地域づくりをしていくのかという、またこういった角度の議論があると。地域の課題は何なんだと、何を今、やっていかなきゃいけないのかと、こういうことを浮き彫りしないとダメだと、あるいは地域の生活スタイル、こういったものも大事だと、伝統もあると、地域の文化もあると、東京とか先ほどあったいろんな地域の事例をそのまま真似てもですね、この地域にとって果たして、本当にいい地域づくりになるのかさ、わからないと。結局繰り返しになりますけど、地域づくりっていうのはそこにいる方々が総力を挙げてみんながですね、協力し合って進める一つのやはり地域の哲学だと、こういうふうに思います。で、まあ役所がこんなことを言って、なんかちょっとずれた話かもしれませんけども、実は、私ども環境省で地域づくりで、どういうふうな、やはりこれからその政策を進めていくのかという考えたときに、実はこういったことをですね、日頃から議論しながらですね、実はまあ必要な予算をどうしようかとか、あるいは法律をどうしようとか、制度をどう変えていこうかと、結局はここに行ってしまうと。で、環境省っていうのは地域づくりっていうのを取り掛かったのは、平成ですね、本当に20年ぐらいからの話でして、当時は全く温暖化対策、いわゆる省エネ、できるだけエネルギーを使わないと、こういうふうな角度でしばらく進めてきた経緯がございます。ところがやはりこの昨年の3月11日はすごいインパクトのある、節目になりました。いわゆる再生可能エネルギー、これは要するに単に温暖化対策だけじゃなくって、いざという時に自分たちの命を守る、少しでも早く復旧に向けて、取り組みを始める、それに必要なエネルギーを自分たちで確保する、そのためには、やはり電力会社の電気だけじゃダメだと、いわゆる自立分散っていうちょっと専門用語がございますけども、自分たちで必要なエネルギーはやはり確保しておかなきゃいけない、そういった意味で再生可能エネルギーっていうのは非常に大事だと、昨年のこの3月11日から環境省としてはそういった災害に強いという部分も含めてですね、プラス温暖化対策、そしてそれを支える再生可能エネルギー、さらには今まで進めてきた省エネ、そういったですね、非常にウィンドのですね、広い、要するに、まあ、政策をですね展開するというふうな方向になりました。で、これ見ていただいたら分かるように、そういう意味でこのグリーンニュー基金というのをですね、我々は、一つの柱としてですね、予算を、要求をしてですね、これを実現するしているところでございます。で、昨年度一番上にありますけども、23年度は東北6県と茨城仙台市にですね140億円、これはまあ復興の中でですね、再生可能エネルギーを入れてですね、災害に強い地域づくりをしていっていただこうということで補正予算で組んだものです。で、当たり前の話ですけども、災害が起こってから、予算をつけて、再生可能なエネルギーを入れて災害に強い街を作ってくださいねと、言ってたらこれはダメなわけでして、やはりいつ起こってもですね、少しでもそこの住民の方々のですね、支えになるような地域をあらかじめ作っておかなきゃいけないと、こういうことを考えて24年度からはですね、これを全国に、東北でやったことを全国に展開しようということで始めたのがこの2段目にございます、グリーンニュー基金121億円って書いてあるものでございまして、まあ、実はこのうちのですね、少しでは申し訳ないんですけども、7億円、これがですね、富山県の方に実は交付されます。富山県のですね、職員の方が一生懸命作っていただきまして、全国で約60の都道府県とそれから政令市が
応募された中でですね、15の都道府県と政令市が採択された中に富山県が入っていると、非常にですね、県の職員の方がまとめ上げたわけですけども、富山県のですね、市町村の本当に思いといいますか、そういったこういうことをやっていきたいんだっていうビジョンというものをですね、が高く評価されたということで採択されたわけでございます。こういったものをやるときに技術とか知識とか必要なので大都市の方が有利かなと思ったんですけども、大都市っていうのは案外ですね、今回採択されずにですね、本当に、地方いろんな再生可能エネルギーがあるのはやはり地方なんだと。東京とか大阪っていうのは太陽光しかやっぱりないんですよね。地方へ行くと、例えば北海道へ行くとですね、風力もある、温泉熱もある、太陽光も当然ある、さらにはですね、雪とか氷を使ったですね、取り組みができる。東北も同じです、でそういったのは本当に地域地域で本当にバラエティに富んだな、ものがあるわけですけども、よくよく見ると俗に言う大都市部よりもですね、この地方の方が本当に再生可能エネルギーのですね、専門用語で不存量っていうんですけども、ポテンシャルっていうんですけども、可能性、それを利用できる量っていうのがですね、もうふんだんにあると。これが地方であります。そういう意味では災害に強い地域、自立分散、いわゆる自分たちで自分たちのエネルギーを確保できるっていうのは大都市ではなくって、地方がですね本当に、具体的に進めれる、ものだと、そういうふうな特徴を持ったですね、エネルギーだと思っております。で、環境省としてはそういこういったグリーンニューディール基金以外にですね、いろんな観点から事業を進めれるように、他の予算もこういった並んでいる予算があるわけですけども、やはり、一丁目一番地といいますか、柱としているのはやはりこのグリーンニューディール基金を全国に展開していくということでございます。で、このグリーンニューディール基金、どういうような仕組みかと申しますと、国の方でですね、例えば南都市さんこんな事業やりなさいとか、この事業はダメですよとか、そういうことは極力もう言わないと、いわゆる、それはどういう事業をやるかっていうのは県と市町村で、話し合って決めてくださいと。で、どうやって決めるかっていうと、やはりいい事業を採択してほしいと、こういうような考え方で、進めてる事業でございます。で、2つ目には、今までの要するにその国の支援というのは、要するに例えば省エネ機器に変えましょうと、変えたらそれはそれでいいわけですけども、じゃあそれでやっぱり終わっちゃうわけですね。太陽光を入れました、入れたら入れたでそれはいいんですけども、単に温暖化対策としてはいいんだけども、それで終わっちゃうと。でも先ほど言いましたように、地域づくりっていうのは温暖化対策だけじゃない。せっかく税金を使って入れた設備が温暖化対策にも効果があるけども、それ以外のところにもですね、やはり役に立つように、1たす1が3になるようなですね、発想でやはりこのお金を活用していただきたいというところがこだわりがあります。設備を入れるだけじゃ単なる設備更新だと。地域づくりっていうのはやはり先ほど話がありましたように、長い目で見ないといけないと。3年5年10年の中でですね、今何を積んでいくやるのか、次は何をやっていくのかという、そういったですね、しっかりとした考えがなければならないわけでして、そういった意味で、災害に強い再生可能エネルギー、いろんなキーワードがあるわけですけど、どこに入れればどんな使い方がされて、それがどういうふうにですね、地域これからそれぞれの地域で目指す地域づくりにですね、役立っていくのか、いわゆる波及効果といいますか、そういったものまでですね、やはり考えていってほしいというふうなことを我々としては思っております。で、今までですね、省エネとか節電とか、こういったものが非常に大事だと。で、確かに大事なんですけども、やはり必要なものは必要だと。いくら節電をしたり省エネをしたりしてですね、頑張ってもやはりそれで体調を壊してしまったら元も子もないわけでして、これから、この再生可能エネルギーで地域づくりをしていく中で、次に大事な話っていうのは、エネルギーをですね、賢く使うと。必
要なところに必要なものは確保しなきゃいけない。我慢をするんじゃなくってエネルギー、まあ、電気でも熱でもいいんですけど無駄を省くと。そして再生可能エネルギーっていうのは申し訳ないんですけど今の段階では電力会社が、まあ、発電して皆さんに欲張りしている電力からするとコストが高いわけですけども、でもこれから日本がですね脱原発というふうな方針の中で再生可能エネルギーに頼っていく社会を作るんであれば、この高いエネルギーを無駄にしないというふうな取り組みっていうのもまた次に求められる、取り組みになっていくということでございます。つまり環境省としてはこのグリーンニューディール基金を通して、他の地域と競争するんではなくって自分たちの地域をどうするのかっていう自分たちの中でですねより良いものをと、5年10年15年後にもですね価値のあるものを、また地域のいろんな課題にもですね利用できるようなものをどういうふうに取り入れていくかということを各地域で考えていただくと、そういったいい意味での競い合いを、全国1800の市町村、全国47の都道府県でですねぜひやっていただきたいというふうなことをですね、考えております。で今後のですね、まあ、環境省としての考え方ですけども、このグリーンニューディール基金を全国に展開していこうというのは先ほどお話したところでございますけども、もう一つはやはりこれから、高度成長期から50年経ちました。住宅とか道路とか下水道とか、水道とかこういったものがそろそろ寿命に来てですね更新時期にあたります。こういった先ほどお話がありましたけども環境税っていうのを、皆さんのご理解いただいて導入する中でそれをどう使っていく中いくかという中で大事なのはこういった皆さんの共有財産である社会インフラをですねどうグリーン化していくかということが次のテーマかなと思っております。地域のニーズそういったものをですね、やはりあったものにですね変えていくと、そういったものをですね、進めていくためにやはり使っていくべきかなというふうに考えております。でそれはですね今までみたいに国からお金が来るから何かやろうじゃなくってやはり地域の先ほどありました地域のですねやはりお金を、循環させる、また自分たちの財産としてですね使っていくために自分たちが出資をする、当然そこにはですね、途中で潰れるような事業性のないものではなくって後々自分たちに少しはリターンがあるような事業性とか採算性がですねあるものをやっていく、こういった中で本当に次、少子高齢化の社会とかあるいはいろんな要するに各地域のテーマで、を抱えている中でこういった社会インフラをそのままですね新しくするんじゃなくってどこですね使い勝手のいいものにどう本当に必要なものにですね変えていくかと、そういう中で当然エネルギーっていうのはいるわけでして、再生可能エネルギーっていうものを組み合わせてですねそういった地域づくりをまあ進めていっていただきたいというような考えでおります。で最後に、せっかくちょっと資料も配っておりますけども、いろんなですね地域で取り組みをしております。でちょっとヒントになるかどうか分かりませんけども、例えばこれは、大都市部での事例ですけども、東京に自由が丘というところがあるんですけども、東京っていうのはやはり人が多いわけでして一旦災害が起きるとですね 何十万何百万の要するに帰宅難民というのがやっぱり生じます。そういう意味でこういった大規模な駅をですねそういった一時的に避難できるような視点からですね 再生可能エネルギーとかあるいは省エネを進めていくというふうな取り組みでこういったことをやっております。いわゆる駅鉄道施設の、まあ、省エネ化というものを進めております。それから、これから大事なのは再生可能エネルギーと合わせてですねこれから注目されていくというのは熱利用ということがこれから注目されていく分野というふうに考えておりまして、工場とか清掃工場とかそういったところから出てくるですね熱の利用というのを、まあ、来年度以降ですね本格的にいろんな取り組みを、まあ、させていただきたいなというふうに思っております。南砺市っていうのはなんか、やはり雪の多いところと聞いております。熱っていうのは熱いものだけじゃなくって実は、
雪とか氷もこれは冷熱といいまして、大変有効なですね熱でございます。こういったものもですねやはり熱の一つとして取り上げてですね有効に使うような対策を進めていく事業をやっていきたいとこういうふうに考えております。いずれにしましても環境省としてこのグリーンエネルギー基金皆さんの知恵と思いとそしてまた次の世代に何を残していくかとこういう思いをですね、一つ一つ具体的にしていく中で一つのですね、わずかなお金かもしれませんけども大事なお金であることには間違いないわけでしてこういったものを有効に使っていくいいですねアイデアをどうか皆さんでですね、提案していただきそれを実行していくですね、措置をですね、固めながらますますですね南砺市の発展のためにですねお使いいただければというふうに思っておりますし他の1800市町村のですね見本になるって言ったらちょっと大げさかもしれませんけどもああいうことをやってみたいなとかああいうふうにですね地域づくりをやってみたいなというふうなことをですね市町村を中心にですね進めていただければ本当に我々としては、こういった予算をですね獲得して本当に良かったというふうに思えると思っておりますしそのお手伝いを最大限環境省としてですねさせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次に田中市長より南砺市におけるエコビレッジの考え方についてと題して話をいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。だいぶお疲れモードになった方もいらっしゃるかと思いますけれども、今度は先ほどから、吉澤さんそして、事例の美濃口さんそして古来室長から、この環境省の仕事そして今世の中の流れといいますか考え方を お聞きになってですね、じゃあ今後南砺市は、この事業を取り入れて導入して、何をするのかとこういうことを私の方から、少し説明をさせていただきたいと思います。小さな循環とか、再生可能エネルギーとかっていう言葉先ほどからどんどん出ておりますのでそれはそれとしてで先ほど古来市長が言われたことが一番重要だと思ってます。これまさに町づくり地域づくりの中でこのエネルギーをどう考えていくかもしくは他のものをどう取り組みながら南砺市は町づくりをしていくかということにつながるんでございまして、私自身が実を言いますとこのエコビレッジ構想の考え方の中で実を言いますと、GNH だとか幸福度だとかそういったシンポジウムも開かせていただいておりますしこの先ほどマゴタリンというドブロクの話がございました。その中に百姓塾というのが中西さんの百姓塾というのがありました。これも実は、新たな観光もしくはこの南砺全体をですね、パビリオンに見立てて、観光もしくはグリーンツーリズムそしていろんな交流人口を増やそうということで始めた里山博からこの事業に、変わってきている。いろんなものがですね実を言いますと町づくりの一つ一つの、コンテンツというようなことで実は今までも地域づくりに、考えてはきているんですけれどももう一度先ほどの言葉の中に総力戦でその地域の課題が何なのかそしてその地域の課題をどう克服していかなければならないのかということがやはり地域づくり町づくりでございますのでそういうことを初めて私は、このエコビレッジという言葉を言ったのが、昨年の9月の25日でございましたのでそれからいろんな方々といろんな知恵をですねいただきながら、組み込んできました。今はこの概念的な部分もあるかもしれませんが今後より具体の、事業に計画にしていくために、システムも役所の仕事の中身もですねだいぶ変えながらやっておりますのでそのあたりまで説明をしたいというふうに思います。いろんな地域の、皆さんにですねローカルな地方の皆さんに聞きますと、どうですか地方はと言いますとですね大体、高齢化が進んで、過疎になってそして仕事もないし、店もないしまずこういうとこっちゃあかんじゃねえとこういうふうに実は言われます。で都会がさも何でもあるように、錯覚をするわけでございますけれどもまさにですね先ほどから言ってたこの事業はまさに地方にも財産があるんだ
地方の方が、有利なんだ、こういうような感覚、そういう切り口で街づくりをやろうということでございます。で、私たちはですね、特にこの南砺市はいろんな問題とか課題とかあるんですけれども、逆に見ますと一番このグリーンニューディール基金を使ってやる事業の中を事業をするときには有利な地域だと、こう逆に思ったらそういうことになります。そして南砺のエコビレッジの推進という中で、ちょっと6つほど、こういうことをやりたいんだ、こういうことをやりたいんだということを書いてございます。一つは一番最初に吉澤さんがお話になられました、地域の命の紡ぎ直しの中で4つの命の4分野というのがありました。これは環境保全、環境問題をとエネルギー、それと、健康、医療、介護、福祉、そして、教育、次世代育成、そして、農林水産業といいますか、第一次産業でございました。まあ、そういったところがですね、我々の、課題であり伸びしろだと思っておりますので、そこを総力戦でみんなで、取り組んでいこうよというのが、大雑把な私のエコビレッジ構想なんです。これはエコビレッジと言わずに、総合計画にもみんな入っていることなんですけれども、もう一度確認をさせていただきたいと思います。再生可能エネルギーの利活用と技術の育成で、これはまさに新しい産業の創出、そして雇用の創出だと思いますし、農林業と観光業の振興、先ほど、里山博から百姓塾につながって、どぶろくが生まれてきた、そしてその地域、さらに今後どのような観光もしくは産業展開をしていくか、6次産業も含めてですね、ぜひ取り組んでいかなければなりません。そして健康、医療、介護、福祉の連携、これは4月からですね、南砺市は地域包括医療ケア局という、局を役場の中でですね、制度を変えましてですね、当然健康、そしてご病気になられた場合は豊かで、確かなですね、温かい医療のを、提供できるもの、そして、介護、福祉、それを一体化した組織づくりを今進めていっております。地域包括医療ケアシステムを構築していこうと今しております。そして未来を作る教育、次世代育成ですけれども、当然、この地でなければやはり、大事な子どもたち、もしくは我々も障害教育も含めてなんですけれども、このなんとだからこそ、皆さんと共に考えて、そして、我々は次の世代に何を残せばいいかというものがたくさんあるわけでございますので、新たに、地方の地域の大切なものをやはり掘り出して、そして探し出して磨き込みながら次の世代に伝えていこうと、こういうものも一つの大事な教育、次世代育成だと、もちろん学校教育も当然でございます。そして自立循環型のソーシャルビジネス、そしてコミュニティビジネスをやはりしっかりと展開できるような仕組み作りをしていかなければならないということでございます。そしてまた6番目でございますけれども、里山の活用、そして過疎地域の活性化にぜひつなげていかなければならないということでございます。ちょっと先ほど地域包括医療ケアシステムというのがございましたので、簡単に説明しますけれども、南砺市は、こういった、地域支え合い体制づくり事業というものに今着手をしておりまして、当然病院とか介護の仕事をしていらっしゃる方、そして福祉の仕事をしていらっしゃる方は連携をして、いきましょう。そして、我々、個人個人でもいろんな意味で企業も含めて生活支援も含めてですね、一体的な取り組みをしていかなければならない。で、仕組みとしては今までは病院診療所の福利だった医療局にですね、地域包括支援センターを一つに入れて、トータル的な仕組み作りを今進め始めたばかりでございます。来年こういったものを全国に、発表しようということで今準備も進めております。そしてもう一つはですね、小さなビジネス、ソーシャルビジネスとかコミュニティビジネスというものをですね、じゃあみんなさんと共に考え、それが一つでも事業ができるものがないだろうかということで、昨年からこのなんと里山なりわい塾というような、ちょっと昨年の場合は、里山塾ですか、その塾から始まってですね、今は実証調査をやって、今後はそのビジネスをさらに本格化していこうということで、事業化を進めていきたいというふうに思っています。このことが、我々の今進むべき方向でございますけれども、じゃあ具体的にエコビレッジの南砺のモデルはどういうものをやるのかという
話をさせていただきます。まず南砺市は平成21年に南砺市全域で小水力発電の可能性調査を実は行いました。この豊富な水量、そしてそこにどういうものが設置できればどれぐらいのエネルギーになるのか、そういったものを調査をさせていただいたわけでございます。こういったマップも作っております。そしてその中から9箇所、効率のいいものをところをですね、9箇所こうリストアップをしておりました。でその中にこの桜ヶ池周辺のもう当然評価は非常に高かったわけでございます。そういったこととですね、当然、このエリアとしてのモデル的な位置づけをしたいという思いで、これ桜ヶ池の周辺をですね、まさになんとのエコビレッジのモデルにできないだろうかということで、この計画を進めてまいりました。じゃあここはなぜこの場所がいいのか。一つは先ほど水力発電の可能性調査をしたときに非常に効率のいい場所であったということが一つ、これはもう一番大きな原因だと思いますし、それともう一つはですね、山、世界遺産のある岡山から流れ出る水がですね、この山地から里山へ流れてきます。里山で、ため池に、桜ヶ池というため池に水がたまります。この水は、平野部のもしくはその周辺の灌漑を用水としてですね、田んぼを潤すわけでございます。510ヘクタールぐらいのですね、田んぼを潤す。そしてその水はさらに海まで流れていく。非常に分かりやすい、この川の水の循環が非常に分かりやすい場所で、その中心、里山と平野部のちょうど中心がやはり桜ヶ池のモデルとなった大きな原因だと思っています。そしてこの桜ヶ池は周辺にはですね、環境、森林、そして農地、また観光施設、農場、いろんなものが集約されている場所でございますので、まさに小さなモデルとしての街づくりをそこで、モデル化できる、体験できる、こういうことでございます。でいろんなことをですね、考えてみますと、やはり先ほど言いました小水力発電の水量、水はまんまんと安定したものが桜ヶ池にございます。この桜ヶ池というものはですね、やはり大きな一つのため池なんですけれども、周りが全て、山があり、何度も言いますが観光施設もあるということでございますので、当然人が集まってくるそういう土地柄、そういう場所でもあるわけでございます。少し離れますと立野原の農地がたくさん大きく広がっておりますし、そこにはバイオマスの可能性がありますけれども、糞尿の施設だとか、そしてバイオマスの施設なんかもございます。そして当然水はありますし、この高台でございますのでソーラーの可能性もあるでしょう。いろんな可能性がこの中にある。そしてこのホテルクワガーデンの中にもですね、温泉がございますので、やり方によっては温度差を利用したヒートポンプのようなです、そういったものも考えられるだろう。いろんな可能性がこの中にあるというふうに思っております。一ついろんなことを言いますけれども、これはまさに街づくりでございますので、最終的には人が集まるとか、そこで、エネルギーが電力が提供できるとかということは一つの原因かもしれませんけれども、最終的には、そこに、産業が生まれる、雇用が生まれる、観光が、そこに人が集う、そのことによってさらに、イメージがアップしていく、そういうものをまずモデル的に作りたいということでございまして、この4つのゾーンを考えております。命の森創造ゾーン、にぎわい創造ゾーン、自然エネルギー創造ゾーン、元気農業創造ゾーンということで、この中には4つのゾーニングをして考えております。細かくいきますと、バイオマスの利用、小水力の発電、太陽光、太陽熱、地中熱というのがこの自然エネルギーを創造する作るゾーンでございますし、元気農業、先ほども言いましたように様々な体験農業もありますし、まさに農産物を作って、そこでまた販売し、レストランで使い、そういったものをその循環の中でできないだろうかということ、そしてその中にはやはり昔からの
お年寄りの知恵、そして、この歴史、南砺市の歴史をですね、しっかりと次の世代につなぐようなことも大切でありますし、その中で人がどんどんこう、まあ、集まっていく、そしてそれが人材育成、人づくりにつながっていくんだと、こういう循環をですね、考えているわけでございます。当然出会いがあって観光という分野も当然あるわけでございます。そのことと環境問題も含めて、考える場所もまたあります。林業の再生もその中で体験的に考えていかなければならない。また森林をどう活用していこうかということも実は大事なものでございまして、具体的に今薪ボイラーを使いながら新たな農業だとか新たなエネルギー源として考えていっておられる方もいらっしゃいますので、そういったことも取り組みながらこういったイメージを作り始めています。まあ、にぎわい創造ゾーンですので、当然あそこは今サービスエリアがありまして、スマートインターチェンジがないわけでございますので、そこでどん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 人を集めることによって、スマートインターチェンジが開いて、また多くの人がそのエリアに集まってくる、そういったことも考えていきたいなというふうに思っています。資源、人、施設、その中にですね、多くの素晴らしいこの地域の財産がどん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 集まってくる。そしてまた健康教育だとか産業観光、もしくはニューツーリズム、そういったものにつながっていく、これがにぎわいの創造ゾーンというゾーニングの中に入れさせていただきました。桜井家のエコビレッジのイメージ図でございますので、当然、この桜井家クワーガーデン、先日、フレンチレストランがオープンをしました。また桜井家の周辺、そして水辺の空間、水上のスポーツ、山林の体験、農場、いっぱいの可能性がかなり狭い範囲に集約できるものでございますので、これは先ほど小林室長からもお話をいただきましたけれども、ある意味我々堂々とですね、日本中に発表できるようなモデルにしていきたいというふうに思っています。一つのエネルギーを使う、そして設置するということだけではなくて、それをいかに人、町づくりに、地域づくりにつなげていくかということでございます。しかしながら、現在あそこに何キロワットの発電機をつけましょう、何キロワットをどうしましょうという話は大体そういうことは言えるんですけれども、当然ですね、トータル的にいろんなプランを今から作っていかなければなりませんので、実を言いますと、南砺市ではですね、桜井家のエコビレッジ市民会議というものを今作っております。庁舎内にはプロジェクトチームとして、まさに様々な課の様々な係が集まったプロジェクトチームは作っておりますけれども、今度は募集をしてですね、様々な分野の方々に、ぜひ40人程度集まっていただいて、それぞれの分野でそれぞれの知恵を練って練って、出していただいて、それを具体的な事業にしていきたいと、このように思っております。8月の1日から1ヶ月間、実は募集をしますので、ぜひ今日会場に来ていただいて、興味のある方はぜひ、募集応募をしていただきたいというふうに思っております。大変早口で、話をさせていただきました。で、何度もしつこく言いますけれども、この、事業は今は環境省の、エコビレッジの、グリーンニューディールの事業の予算をぜひいただきたいというようなことを言っています。そして富山県の県庁の皆さんにも大変お世話になってですね、今計画を作らせていただいております。そしてさらに、南砺市としての、まだこのエリアのですね、モデル的な事業、細かな事業はこれから練っていきますが、このことはやはり何度も言いますが、まちづくりでございます。そして、医療、福祉、教育、全てにおいたまちづくりだということをまずはご理解をいただいて、ですから環境省の事業、そして総務省の緑の文献改革の事業で、もしくは経産省だったり農林水産省だったり、どんな事業もこれから、やっぱり、想定しながら一つ一つ積み上げていくことも大切だというふうに思っております。今年4月から、若手の職員を1人環境省の小来さんのところへ、送り込んでおりまして、これ人質でございますので、冗談です。一生懸命ですね、そこで、ノウハウをまたお聞きいただいて、小来さんの頭の中を
をちょっとずつ盗み取って私の方に送っていただくと、こういうことになってくるかと思います。それともう一つは、同じ建物にあるんですけれども、厚生労働省の労健局の方にも一人職員を派遣しておりまして、これは先ほど何度も言いますが全く違う事業と思いがちなんですけれども、やっぱり我々は小さな循環の中でこういった地域の中での課題をしっかりと解決するトータル的な街づくりでございますので、老健局福祉の分野も大変大切だということでございまして、今年の4月から、職員の派遣を2人省庁の方へ送っております。当然、人材育成、彼らは、先ほどから話を聞きますとだいぶ遅くまで仕事をしておるということでございますので、1年2年経てば相当大きな男になって、横に大きくという意味ではないんですけれども、いろんな知識を持って帰ってきてくれる、そのことがまた何年の職員のまたレベルアップにもつながるということで大変大きな期待をしておるところでございます。大きな話の後に小さな話ということになりますけれども、本当にこの小さな循環、そして小さなところから問題解決をしていこうということで、多くの皆さんにご意見をいただき、お知恵をいただき、そして志の お金もいただきながらですね、さらにそのことが循環して新たな公共事業になり、また皆様方の方へどん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 回っていく、こういう仕組みをぜひ作っていきたいと、このように思っております。ご清聴誠にありがとうございました。次はパネルディスカッションとなりますが、準備のためただいまより休憩に入りたいと存じます。パネルディスカッションは会場の時計で3時40分を予定しておりますので、それまでに席にお戻りいただきますようお願いいたします。